本田智成は、日本の裁判官。最高裁判所事務総局総務局参事官。札幌地方裁判所所長等を経て、私的財産高等裁判所部総括判事。石川県出身。金沢大学法文学部卒業後、1987年裁判官、任官、大阪地方裁判所判事補。那覇地方裁判所判事補、大津地方裁判所判事補。 釧路地方裁判所帯広支部判事補、東京地方裁判所判事、最高裁判所事務総局総務局参事官、横浜地方裁判所判事、私的財産高等裁判所判事、東京地方裁判所部総括判事、横浜地方裁判所部総括判事等を経て、2017年、釧路地方裁判所所長、釧路家庭裁判所所長、 2019年札幌高等裁判所部総括判事。同年札幌地方裁判所所長。2021年知的財産高等裁判所部、総括判事。札幌地裁所長の本田氏就任会見、一丸で指名果たす。北海道毎日新聞2019年5月22日、裁判官検索。 本田ダともなり法律情報サイト E キハット、人事最高裁日本経済新聞最高裁人事ツイッター不適切投稿岡口氏は仙台高裁へ産経ニュースマイナス20190331裁判所の指名果たす札幌地裁の本田新所長が着任会見北海道新聞例後15時9時58分更新人事 最高裁日本経済新聞、横浜事件、国の賠償責任認めず、東京地裁が、請求企却日本経済新聞2016年6月30日21時30分、サントリーに賠償命令上司のパワハラでうつ病に、日本経済新聞2014年7月31日府。ありがとうございます。